はい、僕、空に止めらせみたいな、アヒルの子みたいな感じでございます。モッテールだって。離陸不能わら。一回特別版として飛行機を MOD で、これにもバスあるみたいですわら。特別版として飛行機って、まだ飛行機券持ってないでしょ。飛行機乗れなくなるわら。スペースシミュレーターは、スペースシミュレーター、スペースシミュレーター系はも何個かって、いやね、スペースシミュレーターはね、例えば有名なのがエヴァオンラインなんですけども、あれはですね、マインクラフトとは別次元で、なんかもう規模が違うんですよね、スペースシミュレーター系は。すごいですよ。もうなんかもう全然別ゲーですもん、完全に。なんか規模がなんか。飛行機に乗れないなら新幹線に乗ればいいじゃない、わらわら。宇宙船打ち上げよう、わら。明日用事があるので落ちます。お疲れ様でした。はい、明日用事、明日木曜日。シミュレーター。お疲れ様です。おつう。まあ、おつう。リアル優先してくだせえな。いい加減高速にちゃちゃっと乗ってですね、行きたいですね。オスです、オス。そう、最近はね、あのゴートシミュレーターのがきっかけとなって、シミュレーター系が割と流行ってはいるんですけど、こういうしっかりとしたシミュレーターを作る会社がもともと、シミュレーター系ってね、それ以外じゃないとね、割と淘汰されちゃうんですよね、結構ね、今までいろいろあったんですけども、過去ね、大体が続かないで終わってますよね。ムフカスシミュレーター、まあだから、まあ、今回ユーロトラックシミュレーター、苦労は放われるんやね、結構やってますけれども、まあこういうゲームもあるよって感じで、今後ね、いろいろと発掘していきますから、土曜日はね、毎週は基本的に土曜日はもう完全に新作を毎回やりますんで、まあたくさん世の今のところ普通、世にはたくさんのゲームが溢れているわけです。それは日本のゲームもそうですし、妖芸もそうなんですけども、良くも悪くも当たり外れはあるんですよ。それは日本もそうですよね。ただ今のって比較的、なぜ事故をしない。比較的、当たり外れが少なくなるような形でおとなしい作品が多いんですけれども、妖芸っていうのはそんなの。予断が過ぎたせいで事故らない。もちろん、妖芸はね、もちろん事故らないようには、事故ですか、当たり外れで言うと、外れは引かないようにはしてるんですけれども、ただそれよりも、クリエイターが作りたいよっていう作品を作ってる傾向が強くて、割とですね、ぶっ飛んだ作品が結構あるんですよ。良くも悪くもね。だからまあ今後は妖芸の新しい新作とかを土曜日どんどん出していくんで。別の人が運転してるからってな。代行。そんな感じで、まあ、土曜日はどんどん新作出していきますんで、まあ、ぜひですね、安定の雑談運転はな、雑談安定ですから、もう時間がね、もう 飯と地方ネタの時間ですよ、これ。まあね、いろいろとね、新作もある、積んでるゲームもあるんでね、そこからピックアップしていってって感じですね。面白いんですよ、結構ゲーム、まあ、日本のゲームも面白いのあると思うんですけど、もちろん私はまあただ業をしてるんで。予備をしてございます。今はそういうブレ幅がないから、ゲーマーにとってはつまらないのよね。ホラー希望、ロボクラフトとかお手軽にできますよ。かなり試合の時間も短いですし、わら。じゃあ、アイス食うか。アイスね、いいっすね。こんばんはです。はい、こんばんは。運転シミュレーターで、いろんな車を運転。シミュレーター以外にも、
まあ RPG、 あ最近ねバスみたいですなわら、いろいろあるんでね、ぜひね、ああこんなゲームもあるんだなっていうのを知って、興味を持ってほしいですな、妖芸にね、あ曲がるのかここ、危ねえ危ねえ、あずきバーは平気、ちゃんとハザードをつけてね、あ申し訳ないですという気持ちを表明しつつ、ガーリガーリくん、ガーリガーリくん、ね、夏場のアイスは嗜好品ですね、ちょっとごめんなさいね、ぶつかっちゃったね、ハーゲンダッツの和栗を食べます、そういえば今年アイス一つも食ってなかったな、わハーゲンダッツいいな、ちなみに私はあれがおすすめですね、なんだっけな、モナカ、チョコモナカじゃないやつ、チョコモナカ中にチョコが入ってるやつと、ハーゲンダッツって量の割に高いよね、北欧の国行くとツルツルとかないかな、おったもね、ハーゲンダッツいいっすね、ガリガリ君のコーンポタージュ味はすごかったです、うん、ハーゲンダッツはまあ美味しいと思いますよ、まあ、ただなぜあれは高いのかっていうと、ハーゲンダッツはアメリカのなんですけども、アメリカ自体ではそんなに高くないようです、チョコケンゴモナカ、おい1キロだけだ、なんか実は保冷剤で扇風機で乗り切れることが多い、チョコジャンボモナカ、多分それで正解だと思うんですけども、チョコバジャンボモナカの、アイスクリームのバージョンからです、アイスクリームのバージョンの方がおすすめですね、ちなみにですね、ソフトクリーム、アイスクリーム、ラクトアイスっていうのが種類あって、アイスクリームも種類があるんですね、アイスクリームっていうのは、無形、なんだっけな、糖質無形化乳脂肪分の割合でランクが決まってるんですよ、呼び名が変わってます、今アイスクリームを手元にある人はぜひ背面の名称を見てみると分かるんですけども、大体ガリガリ君とかだと評価って書いてあるんですけども、それ以外に、安いやつだとラクトアイスって書いてあります、夏はスイカバーで、ラクトアイスっていうので、その上にアイス、ソフトクリームかな、違う、アイスソフトかな、アイスミルクか、そしてその一番上にアイスクリームっていうのがあるんですけども、アイスクリームは乳脂肪分いくつかない、まあとにかくですね最高ランクなんですよ、なんでそこでどれだけ乳脂肪分が入ってるかどうかっていうので、その名前が変わってるんですね、アイスクリームって、アイスクリームって一概に言いますけど、で基本的にお祭りとかでソフトクリームって言って売ってるのと、アイスクリームって言って売ってるのがあると思うんですけども、それってはその差もあるんですよ、牧場とか言うとアイスクリームってだって、ね、例えば都内だとなんか、ま、なんかどっかのイベントとか行った時に、なんか売ってますよね、あれは大体ソフトクリームなんですけども、でまあそれを牧場とか行くとアイスクリームって名前、まあただそこまで考えてちゃんと出してる人がどうかな、寝てる時に掴んだまま寝ていて、いつの間にか腹の下にあってすげー腹痛くなったの、はい、皮質わらわら、牛乳もそうですよね、そう結構ね、あのね食品はね呼び方が全然違うので、後ろのですね成分表みたいなの見ると結構面白いですよ、ハーゲンダッツは乳脂肪分 13% だった、そうハーゲンダッツは超入ってるんですよ、アイスクリームの中でもさらに 上してあるんですけども、さっきチョコバジャンボモナカって言ったんですけども、チョコジャンボモナカはアイスミルクなんです、アイスミルクなんですけれども、チョコジャンボモナカのそのアイスクリーム、チョコが入ってないバージョンなんですけども、そっちはアイスクリームなんですよ、なので純粋に食べ比べた時、そのアイスとしての質はチョコ入ってるのがうまいんですよ、だから私はそっちです、まあ、ただね、それはあくまでも結構細かく区分されてるらしいですよね、クレイジーうんちゃんのためになる小話、結構ね、その食べ物関連のはものすごい細かくなってるので、絶対見てみるといいですよ、勉強になります、あそこので、ちなみにまた余談なんですけども、成分表のところで一番その 最初に入ってるものから順番に入ってる量が多いです、例えば醤油だったら大豆とかってあるんですけども、
ただ大豆なのに、醤油なのに塩が一番最初に入ってる場合ある。それで塩が最初に書いてあるのは塩で混ぜ物してるので安いんですよ。で結構値段っていうのはそういうところに出てるんですよ。あだから割と成分表を見てみると超面白いですよ。あの食品の入ってる順番、一番入ってるものから順番に書いてるんでというですね、小話でございました。だから私なんかよく業務用スーパーで安いの見るんですけど、その中でも成分表を見てチェックします。結構ね、塩とか醤油なんかは塩をベースに作ってる場合だと、大豆より塩なのみたいな、そういうとこ見ない。結構やっぱそういうとこで味が変わるんですよね、割と。原産地なんかよりも加工食品のああいうところを見る方が絶対面白いです。まあ、野菜とかはもうそれ分からないですけどね、生ものはね。あーこれ無理無理無理、かわした。オッケー、危ねえ危ねえ、ね、最小限のダメージを抑える。あらもう大しょしょしミニストップのアイスが好きです。ためになりますな。ぜひで、ミニストップのアイスとかスーパー安いですよね。ミニストップとかローソンとかで、まあ、勧め出してしまうんですけど、ああいうところで出してるのはコスト削減のためにいろいろとそういう混ぜ物を使ってる可能性が高いので気をつけてください。かわし方わらわら、オケーじゃないよわら。あー気絶してた。まあ、もちろん私が知ってるなんてたかが知れているので、それ以外にもいろいろな裏話は食品系に勤めてる親戚とかいたらですね、ぜひ聞いてみるとですね、いろいろありますよ。で最近なんか中国のね、切れてても問題ないですみたいな話はあったんですけど、そんなこと日本で絶対やんないですから。めっちゃ厳しいですから、食品系は本当におかしいぐらいに厳しいんで。食品系安いものは消費期限が日本の食品に対するなんかそういう安全神話っていうのは本当にすごいです。だそれを裏切ったメーカーっていうのは大体失墜してますよね、信用が。だからそれだけねすごいこだわってる、特に名の通ったものは大体こだわってるんですよ。だその分コストがかかって高いかったりするんですけど、子供できると気にしますよね食品。だからね、食品系のまあ別にねそれ毎回見る必要ないんですけど、ちょっと見てみると原産国とか原材料とか見てみると面白い。結構ね、面白いですよ。そう、最近知ったのは和牛と、なんだっけな、和牛と国産牛っていう表記の違いみたいな、和牛っていうのは早く下道の折り込ないかな、なんだっけな、和牛正直で1年半経ってたコーラ飲んだけど問題なしでしたな。大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、個人レベルで大丈夫っていうの。雪国はネズミルクになったのよく覚えてる。中国産派どうしても遠慮してしまう。知る人か一時期話題になったな。そうそう、結構ねあるんですよ。割とね、ありますから。で最近覚えたのは和牛とそのなんだっけな、国産牛の違いなんですけど。ま、ちょっと間違ってたら申し訳ない、うろ覚えで話してるんでね。和牛は海外で生まれた牛を日本に輸入して、守らないと出荷できない。韓国も最近無視してるわら。アクリスズ海外で要は生まれた子牛を日本に輸入して日本で育てたのを和牛っていうんですけども、国産牛っていうのは完全に日本で生まれて日本で育てたのを言うんですよ、っていうらしいですよ。だからスーパーで、食品のところに和牛って出てると、それは純粋的な日本の、もともとは日本の牛じゃないね、いうらしいですよ。あの表記もね、非常にね、スーパー業界のね、あの表記の仕方も違うんですよ。あれ面白いですね。そう、
へえ。結構そんな話があります。スーパー業界も割といろいろ裏話があります、あの辺はね。修理さん物知りですね。物知りっていうか、広く浅くですよ、私は。国産牛も日本で輸入されてから3ヶ月間経ったものを言うらしいですよ。あ、そうなんですか。輸入されてから3ヶ月経った。結構ね、そういう、あの、ね、ラグは日本固有の種類ですよ。どっち、逆かな。あの、結構ね、あるんですよ、しっかりと。逆でしたね。じゃあ国産牛が3ヶ月か。いい加減な表記は魚類に多いのよ。反対です。反対じゃ、和牛が日本で育ってる。最近は食品の防腐剤の性能が良くなりすぎて死体がなかなか腐らないそうです。訂正します。和牛っていうのが日本で純粋に育った。しかし食品の規制はほっとくとなくなっていくかな。純粋に育ったのが日本、日本で育ったのは和牛。ただ国産牛っていうのは日本に輸入してきて3ヶ月経過した。なのでオーストラリアでも生産してますよ。ただ逆で和牛っていうのは品種のことなんで、また話が割れて、今度調べておきます。結構ね、食品関連はね、勤めてる人がいればね、一発でね、ああそうなんだってのが分かる。ものすごく分かるんですよ。おっと、危ね、かわした。和牛は日本の在来種をもとに配合を繰り返して改良されたもの。おお、いいですね。何ですって。国産牛は日本で生まれ育った牛のことです。調べよう。結局食物の話になった件については、危ねえ、コメント見てたら、おーおおおおおコメント見てたら、これかよ。国産牛は輸入されてから3ヶ月間以上日本国内で飼育されていれば OK。 まあ興味持ったら自分で調べるのがいいやね。そうだね。日本国民の4種族の交雑種だから外国部でも和牛と言える。食べれるものを捨てるのは今日も気にしてしまいます。やっぱり事故らないわら。絶対に食べ物系にたどり着いてしまう不思議。コメントを読んでたらこれだよ。よし、DJ 安定の温泉と思ったらわら。 JF 和牛、黒毛和種とか日本単車とかいう仕方ない。これはね、ちょっと喋りに、お気味事故でした。喋りに集中しすぎた。撤廃されたらしいですねって。8139。JA かもーん。脇にもとゆえわら。真っ暗。毎回応戦しているような。真っ暗だからよくわかんない。わからんかった。急に遠くで応戦わら。まあ、そう、ちょっとどなたかがおっしゃってたんですけど、興味があったら自分で調べるっていうのは大事ですね。ここまで走ってくれたから DJ。あのですね、私のも、あくまでも聞いた話なんですよ。なので、情報ソースが、じゃあ確かにあるのかっていうと、そうではないので、100% 信じられる。あくまでも、その間、なので、私も特に人の話を聞くときは 100% 信用しないようにしてるんですけど、100% は信じずに、そういう話があったんだっていうきっかけをもとに自分で調べてみてください。またコメントにやられたの？ぜひですね、そのきっかけを私はすごく提供しますので、調べてみてください。なぜなら Google で一つ見れば、大体のことが出てるんで、きっかけにはなると思うんですよ。コメント、恐ろしい子。ぜひね、その調べる過程ってのものすごい大事なので、やってみてください。そのアイスクリームとか和牛であったりとか食品関連の、特にね、あと魚の呼び方の違い、それはスーパー上での呼び方の違いですね、とかも面白いのでおすすめでございます。なんだっけな、スーパーの加工の仕方でよって呼び方が変わってくる。だから今だったら備長炭じゃない、備長マグロでしたっけ。マグロじゃないのにマグロって名前をつける不思議とかね。その仕事してる人が間違えないですよ。魚はすっごい面白い。結構ね、魚はむずい。その
わら IKI さん把握まで参考ですよ。信号無視なんかしてねえし。ただね、食い物のこと調べると食べられるものがどんどん減っていくしょう。あー、そう、食い物の裏事情を知っちゃうとね、確かに食べられる、自分で最終的には自分で作るしかないぐらいの勢いになっちゃうんですけど、まあ、だから妥協は必要ですね。妥協は必要だと思います。シラスのパックとかに行ってるカニとか見つけるの楽しいわら。確かに食べ物のこと調べすぎると本当に、特にスーパーとかは微調済み食べます。はい。まあだからね、妥協ですね。妥協が大事ですね。コスト、自分がそれにどれだけかけられるかっていう話ですな。ネットは意外と間違いもあったりしますからね。またコメント見てぶつかった。マーガリンが化合物の塊と知った時はショックだった。シラスのカニ好きわら。マーガリンね、マーガリンはそのせいで、マーガリンは赤い、そう、国によっては輸入しちゃいけないものになってますからね。そう、あれバターじゃないですからね。油だっけな。あ、まあ元は分かんないですけど、それを加工したものですから。絶対食わない人、本当にマーガリンは食わないですからね。国によってはだ規制されているものですね。地産地消ですね。まあただね、うまけりゃプラシーボ問題ってのもあるんで。マーガリンつけない派だから問題ない。自分で作るとわかる害虫の恐ろしさと農薬の肥大さわら。カルピスバターマジおすすめ。そう、意外とそのプラシーボ効果って、私はプラシーボ効果だと思ってます、ほとんど食品とかに関しては。あ、プラシーボ効果ってのは、なんていうと偽薬、偽薬って言うんですけど、マーガリンわら、偽薬って言うんですけれども、マーガリンの正体を知った時のショックわら。自分で例えばよくあるのが、名前ちょっと出してるんですけど、リポビタンデーとか、ああいう栄養ドリンクあるじゃないですか。エナジーショックとか今いろいろ出してますよね。あとなんだっけ、そういうのって偽薬効果が非常にある、私はあると思うんですよ。本当に、おい、ちょっと喋らせろよ。本当に効能があるかどうかは別として、自分がこれで調子が良くなるって、自分がこれを飲んだことによって調子が良くなるよってぶつかってくる、思うことによって本当に調子が良くなる。調子が仏ということわざもありますからね。そういうのをプラシーボ効果っていうんですけども、逆の効果、マイナスにもあるんですけど、俺は調子が悪いんだ、体調悪いんだ、今日体調悪い、ネガティブだ、もうダメだ、死んでしまおうって思ってると本当に体調が悪くなる。あ、俺は病気なんだとかって思ってるとね、そういうのをそのプラシーボ、自分で思い込みに近いんですけども、これはいいものですよと、これは万病に効く薬ですって言われて飲むと本当に治ったりするっていう。体って案外適当なので、だから食べ物はまあほどほどに美味しいと思って飲むことが、食べることがおすすめします。最初からまず山や木から的なのがあるんで、ちょっと喋らせろよ。こうね、まあだから、それは食べ物じゃなくて、栄養ドリンク毎日飲んでる人本当にいるのかな。これはいいツボだ。そう、本当食べ物以外の部分でもあるんですよ。例えば、こんばんは。はい、こんばんは。簡単な話を身近な話をすると、ゲームもそうなんですよね。私がこうやって今いろんなのをやるのは、まあ、楽しもうと思ってやってるからですね。値段が高いドリンク剤を飲んだだけで元気になった気がしますよね。そうなんです、栄養ドリンクもそう。だからね、楽しもう、ゲームもそうなんです。楽しもうと思ったら楽しめるし、ああもうダメだなと思ったら楽しめない。それはもう非常に、私はとあるゲームで非常に感じているので、最近やらなくなっているのはその一つなんですけども、だからそういうのあるんですよ。ね、楽しいと思えるものをやるとさらに楽しくなったりする。事故しないと思えば事故しない。そう、事故しないと思えば事故しないはず。私の場合はどちらかというと何も考えないでやってる方がいいのかもしれない。140キロですからね。140キロ見てね、これスーパースピード。栄養ドリンク、モンスターとかこのリスリンと肝臓に負荷かかりますよ。万能の
ことかな。いやーね、140キロ。あ、無音ラインのことですね。わかります。とあるゲームは気のせいじゃないようなわら。まあいろいろありますかな。まあオンラインのものっていうのは、オフラインゲームとオンラインゲームの違いっていうのは、オンラインゲームって未完成。何回か飲んでみたけど、何も変わりませんが。未完成って言い方は知ってるかもしれないけど、アップデートするじゃないですか。アップデートしていくので、まあ完成品ではないんですよ。で、パッケージものとかオフラインのゲームっていうのは、割とある程度完成したものを出していくことが多いの。これもそうなんです。私も飲みました。これもそうなんですけれども、あれはちょっと運営の対応外見で、面白くなければやらないのが精神衛生上良い。非常にですね、私はまずはオフラインゲームとかをちょこちょこ進めたかなって感じですね。今後はね、オンラインゲームは割と生ものなので、ドリンク剤飲んでも死ぬ時は死ぬわらわら。めっちゃ面白い時もあれば、そうでない時もやっぱある。のモンスターはカフェインをかなり抑えていますよ。そういえば昔ポーションとかあったなぁ。以前、息が低くて栄養ドリンク飲みすぎて、急性肝炎で入院しました。そう、まあ、栄養ドリンクの話が盛り上がってるんですよね。栄養ドリンクも、アメリカのやつはやばいらしい。栄養ドリンクも、両方容量を守って飲む必要性があります。薬もね、薬なんか特にそうですけど、あんなもん、容量以上のもの、特に医者から処方された薬を容量以上飲むと死にますからね。気をつけてください。あれはダメですよ。絶対言っちゃダメですよ。だから、用法、用量を守ることが大事。自販の薬は別にどうでもいいんですけど、ある程度、多くの別に、まあ、もうかなり抑えられてる気休めなんで、結構ね、そういうのあるんで、用法量、栄養ドリンクもそうなんですよ。飲みすぎたからといって良くなるわけじゃないし、毎日飲んだからといって調子が良くなるわけでもないし、あと人間は、慣れますからね、体がね。カフェインは劇物だからな。オーションって何だったのかね。あ、やべえ、あと10分。そんな時間か。横転とかしてる場合じゃなかった。飛ばせ。さあ、急げ。急ぐしかない。さあ、ターボブースト、ポン。それでもね、なんだか言って120とか130でやってるんで、結構ストップを出してるんですよ。だから、まあ、割と安全運転ですよね。薬はめったに飲まないですね、笑い。だってね、何がいいか何が悪いかなんて分かんないですよね。やべ、曲がりきれない。大丈夫だ。水の綺麗に飲むと水中毒という病気になりますよ。水中毒、カーボをちょっとね、ちょっと無茶に薬は防疫の病院から出されたやつ飲んでるわらわら。薬といえばエボラが心配だ。クラブの試合の前のマムシドリンクは聞いた。マムシドリンク、飲んだことないです。スッポンとマムシは飲んだことないですね。一度本当に、まあスッポンに関してはちょっと試してみたいですね。どんなもんなのか。ドーピングはな。スッポン効果を。ちょっと急がないといけないですね。そんな感じでございます。まあいろいろとね、おしゃべりしながらも2時間がそろそろ経過しようとしております。家の庭にマムシいた。危ない。調べることは大事です。も何だかの興奮剤飲んでますから。私はこう調べる。スッポンの解体やったことあるけどマジでグロい。スッポンの解体やったことがあるけど、すごいですね。食品関連、調理師か、調理師関連だけど、調理師でもスッポンの解体なんてそうやらんですよ。お腹がウコンウコンになったわね。全くウコンウコンという表現わからない。ガリってますよね、シルビさん。わらわら、ガリってませんよ。なんだラリってるんだよ。シラフだ、シラフだ。結構ね、酔っ払い運転。
私は知らんけど、このゲームが